皆さんこんにちは、だるま屋6代目です。今日は1月の仕立て直しプレゼント企画の当選発表です。はい、今回はね、1月の洗い張りのご依頼枚数が195枚でしたということで、1名の方に着物と長襦袢の仕立て直しプレゼントしますよっていう、ね、動画で紹介した通りで、2月の20日が締め切りで、応募総数は、33名でした。ありがとうございます。11月の時34名でしたね。9月最初やった時が30名ぐらいだったかな。まあ大体変わらず30名近くのね、以上の方か、30名以上の方にご応募いただいているという形になっておりますね。はい。で、まあ、1名の方当選された方、まだね、ちょっと当選しましたって送ってないんだけど、動画撮っちゃっております。はい。今日この後送りようと思いますが、名前は伏せておこうか。はい。ということで、メッセージ読みたいと思います。はい。こんにちは。今回もまためげずに申し込みたいと思います。仕立て直していただきたいのは、身幅が広く、胴裏に染みと黄ばみがある、義理の母。から譲り受けた白大島ですと、昨年3月に義理の父が亡くなり、落ち着いた今寂しさもあり、義理の母は私たちとランチに行くのが楽しみになっております。譲り受けた着物があるにもかかわらず、なかなか着る機会がない着物を着て、もともと着物が好きだった義理の母にも一緒に着てもらうよう誘ってお出かけしたいです。特には急ぎません、よろしくお願いします、ということでした。はい、ありがとうございます。はい、ということで、こちらの方当選とさせていただきますが、まああれなんですね、文章中にも出てきましたが、この方後で気づいたんだけど、あの9月の時から申し込みいただいてましたね。はい。まあなんつうの、何回申し込んでもいいよって言ってますから、何回申し込んでくれても構わないんですが、たくさんやってる人ほど優先して当ててるというわけではありません。はい。文章、まあ、今回も34件だっけ、ご応募あって33件かご応募あって、また全部あの読んでですね、はい、同じ文章で申し込んでくれてる方も多分いるんでしょうな。はい、読んでそのフレッシュな気持ちで、当選者を決めているということでございますね。はい。まあちょっとね、今回も悩んだんですね。はい。もう他にもですね、当選にしたい方がもう何人もいてですね、結構悩んだんですが、まあ僕の中では今回この方当選と。ぜひ、あの、仕立て直して義理のお母さんとね、着物でお出かけしてほしいなと思ったので、この方当選とさせていただきました。はい。これから着物を送ってもらって仕立て直しできるかっていうのを見ていくんですけどね。はい。まあこのね、企画の趣旨はもう散々動画でも喋ってるので、ぜひそちらを見ていただきたいですが、何でしょうかね。はい。まあ着物仕立て直して自分が着れるっていうのって、すごいこう着物の長所だと思ってて、僕はそういう経験をね、たくさんの方にしてほしいと思って、この仕事を楽しくやっておりますので、なんかね、会社の出た利益を何に対して使うかっていうのが、経営者としてはあって、もちろん関わってる従業員とか、職人の方にの、給料をね、増やしてあげるっていうのが一番大事なことなんですけど、それを除いてね、それでもまだ会社に利益は残る場合に、まあいろんな使い方あって経営者のね、こうカラーが出ますよね。で、僕はあんまりですね、そのなんか、まあ僕も結構そのもちろん給料もらってますが、なんかそういう、それよりもなんつうのかな、なんか例えば困ってる人になんか義援金を送るとかもとてもいいことだと思うし、とかいろいろ考えていくと、なんかね、そのやっぱり着物をね、着たいって思いがあって、なかなかすぐ頼めないっていう方にね、その
ダルマイの利益から還元したいっていう思いでやっております。はい、まあいいか、そんな話は9月の時にしたんで、ぜひそれを見てください。はい、ということで、まあ、一応この企画またこれ今年もねずっと続けていくんですが、まあ、いろいろとね注意点はあって、なんていうのかな、仕立て直せない、この当選の方これから着物見るんで、見た結果これ直せないってことも起こりうるんでね、はい、まあ、そういうのもいろいろ分かった上で今後もねまたお申し込みいただければなと思っております。次は多分4月のお客様感謝祭やるんで、その時にまたできたらいいなと思っております。ということで、ご当選された方、ちょっと今回当てられなかったけど申し込んでいただいた方ね、33名ありがとうございました。引き続きダルマヤ頑張っていくんでよろしくお願いします。バイ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 。動画をご覧いただきありがとうございます。ダルマヤでは着物の丸洗い染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。